嵐の松本潤が主演する NHK 大河ドラマどうする家康6日放送の第30話の平均世帯視聴率関東地区は 9.4% だったことが7日ビデオリサーチから発表された。シングル一桁は2度目。視聴率は 10% 台前半で伸び悩むが、癒し系として評判を上げているのが、家康の妻、於愛の方を演じている女優の広瀬アリス、28、だ。7月23日放送の第28話、本能寺の変で、同視聴率は 12.7% まで回復したが、長続きせず、また一桁へ。制作会社関係者は、主人公の描写や歴史的重要ポイントが軽く流されたりしていて、なか大河ファンの心をつかめておらず、まだまだ厳しい状況は続きそうと話す。そんな中でも、登場するとホッとすると好感度を上げているのが、家康の妻、於愛の方を演じる広瀬だ。6月18日放送の第23話で初登場。笛を吹くのが趣味だが、家康を癒すために吹いた笛の音程が外れるなど、ユーモアが溢れるキャラとして描かれた。おとぼけ感たっぷりの役どころに、芸能関係者は、広瀬が出てくるたびに、SNS などで癒されるアリスさんの空気感がたまらないと、絶賛されます。今回の大河では、織田信長の岡田准一や、正室の瀬名を演じた有村架純のように、キャストが好感度を上げていて、広瀬もその一人と言っていいでしょうと頷く。広瀬は10月期の TBS 系ドラマ、マイ・セカンド・アオ、春、火曜午後10時で主演することが発表された。相手役に、なにわ男子の道枝駿佑が抜け、適されたことでも話題になった。前室芸能関係者は、広瀬は自分が汗をいっぱいかくことをネタにしたように、ざっくばらんなところが同性に受けています。制作陣からの評価も抜群。一緒に仕事をしたいという人が多く、大河、TBS の主演ドラマの評価によっては、次々と主演作が舞い込んでくるはずですと語った。今年は飛躍の年になりそうだ。